はい、久保です、今日は日本式 APS の問題点という、テーマで、ちょこっとお話をしようと思うんですけど、この APS っていうのはあの一番下に書いてある、アドバンストプランニング&スケジューリングの略なんですけど、こういったシステムがいわゆる生産計画のシステムですね、スケジューラーというのが、日本でもよく売られていて、で、ここのところ立て続けにこれを導入しようとしたんだけどうまくいかなかった、導入したんだけど買っちゃったんだけどうまく動かない、どうしたらいいでしょうみたいな質問を、何件か受けで、買っちゃったままはしょうがないで、何が問題なのかというのを、歴史を踏まえてどうすればその生産計画、日本はものづくりが上手だから工場内ほっとけばいいよなんていうのが信じられていたんだけど、そうも言ってられないと、ちゃんと、IT 武装しないと、負けてしまうということが最近認識されて来ていると思うんで、それについてちょっとお話をしようかと思います。で、古くは1960年、もう50年かな、いわゆるメインフレームコンピューター上で MRP っていうのが、売られてました。で、その後、結構普及したんですけど、80年代に入るとちょっとその改善版 MRP2 っていうのが出てきました。また後で詳しく説明します。で、90年に入るとまたその拡張版 ERP と、でこれは今でもで、これになるともう生産だけではなくてもっと他の全て全社的ないろんなことを入れたシステムっていうのが、使われるようになってきています。こういう発展を遂げてきた。で、一方では、この MRP で ERP 系とは違って APS というのが90年代、でこれは、その生産に特化して、で ERP とはちょっと違うところというのを、やるようになってきたという、こういう、歴史があります。で、順番に説明していこうと思います。MRP、マテリアルリクワイメントプランニングですね。で、これはメインフレーム、いわゆるこの昔の IBM360 とかね、ものすごい高くてものすごい遅いコンピューター上で、データベースっていうのが一応昔からあったんで、それを処理する。で、工場内のいろいろな情報、特に、いわゆる部品展開表ですね、ボムっていうのをちゃんと保存しておいて、で、それを、そのデータに基づいて生産計画を立てましょうねなんて言って、それが大元です。コンピューターを使いましょうと。今のコンピューターと比べると、とてつもなく性能が悪いものなので、できることは非常に簡単な処理しかできなかったんですけど、中身は何かっていうと、ウィキを引いてみて、ウィキは当てにならないんですけど、一応こんな式が載ってました、いわゆる定式化があると中身が分かるって私は安心するんですけど、こんなのがその MRP の背後にはあるというものです。で、定式化を見るときは変数を見るのが一番いいんですね。で、 X なんかダッシュがプライムがついてるんですけど、X が在庫量です。で、Z っていうのが生産量とか発注量です。で、多分 D、なんでプライムついてるのかわからないんですけど、これが需要量。で、L っていうのが、これがリードタイム。で、僕だから、親製品があって、子製品があって、またその子製品があって、っていうふうにして繋がってて、その関係が、多分これサクセスターって意味で、後続する点の集合みたいので取られている。で、T っていうのが、時刻を表す数字。だから初期在庫は決まっていて、で、すべての機に対して、こういう在庫の、いわゆるフロー保存式ですね。T 機の在庫に生産量を加えて需要を引いて、その後続点の必要量っていうのを、引き算する。ただそれは、工程間のリードタイムがあるので少し前のやつ。で、それやったのが次の機に持ち越す在庫量になる。すべての変数は0以上。で、整数ではないですね。0以上。昔は線形計画みたいな。で、解いたんで、で、目的は、在庫費用ですね、こっちね。在庫費用と生産費用。と、これ、デルタっていうのは多分、この中がプラスになったら、ゼロじゃなかったら1になるという多分記号だと推測されて、それにこれ固定費用とあります。固定費用を掛け算して合計を最小化する。すべてのアイテムとすべての機に対して、費用を最小にしましょうっていうのが背後にあるモデルです。これ見ると固定費用が入ってるんですね。ただし、当時の計算機だと固定費用のついた問題を最適に解くっていうのは多分できない。これロットサイズ決定問題ってやつです。だから最適に多段階の多品目の
ロットサイズ決定問題を当時の計算機では多分全然解けないので、簡単なルールによってとかヒューリスティックスによって、まあ、この問題を解いていたというのが昔のお話で、それが MRP の中身です。これ見て分かる通り容量制約ないんですね。キャパシティは考えてないって、当然その後は考えましょうっていうのが出てくるわけです。でそれがこの MRP2 で、同じ MRP なんですけど、英語のあれが、アクロニムが違って、マニファクチャリングリソースプランニングのことです。で大抵この手の、まあ、ビジネスのシステムっていうのは古くなると2とか3にとか、最近だと 3.0、4.0 とかね、バージョンアップしましたっていうのが出てくるっていうのがズレなんですけど、一応まあだいぶ違ってます。で当然計算機が速くなったので、もうちょっとマシなことができるというので、一応構成要素とか、これもまあウィキの情報なんですけど、まあこんなのが入ってる。マスタープロダクションスケジュール MPS ってやつですね。でこれはまあ多機関の生産計画っていうのを、だからいわゆるロットサイズ決定問題っていうのをちゃんと解くか、まあヒューリスティックスに解いてるかっていうのが上にあって、下の方はまあスケジューリング問題になるので、ショップフロアコントロール、まあ、いわゆるスケジューリングをやると、で情報をやり取りしてやるっていうのは、まあ非常にまあまあ本格的なというか、でキャパシティプランニングも入ってる、容量制約付きで解いてる。だからいわゆるこれをちゃんと最適解っていうのが出るようになれば、それはそれで全く問題はないですけど、多分当時の計算機だと、まあそんなに早く解けないので、まあいろんなヒューリスティックスが入っていました。で、まあ順番に解いていくっていう形です。全体を最適化するというのではなかったっていう話です。で一応定義はウィキから持ってきて、こんなのが書いてありました。ちょっと読むと、メソッドフォーザエフェクティブプランニングオブオールリソースです。オブアマニファクチャリングカンパニー。要は製造の会社のすべてのリソースを効率的に計画するための方法。これできれば問題ないんですね。で、Ideally, it addresses operational planning in units, financial planning, and has a simulation capability to answer what if questions, and is an extension of closed loop MRP. で、まあ、MRP の拡張系だったのはわかります。あとのは、シミュレーションもできて、いわゆる what if 分析もできて、で、まあ、ファイナンシャルプランニングもできて、で、これできてればもう理想なわけです。で、なぜこれがダメだって言われたかっていうと、やはりちゃんと解けてないんですね、この部分。この部分っていうのは、まあ、それなりに難しい問題の複合体なので、でそれをまあ順番 に当時の計算機でできる範囲でやりましょうっていうと、出てくる答えはいまいちということで、だから名前が変わったとしても、やりたいことは大体一緒 で、違いは中に入っているその最適化の、まあ、まあ、技量が違うというところがポイントだと私は思っています。で一応最近まで続いている ERP エンタープライズリソースプランニング、でこれはまあ製造だけじゃなくて全社的に拡張したもので、この図もウィキからパクってきたんですけど、最近はERP2 っていうのもあるみたいですね。まあ、この手の用語を、作る会社っていうのがあって、ガートナーっていうのがあって、そういうところはまあこうやって次から次へと新しい言葉を発明して宣伝していかないと生きていけないっていう会社なんでしょうがないですけど、まあ非常に風呂敷は広くて、まあ、ありとあらゆるですね、調達、まあこれ生産はもちろん当然あります。で、サプライチェーンって書いてあってディストリビューションってあるんですけど、昔MRP の学習系で DRP ですね、ディストリビューションリソースプランニングっていうのがあって全然ダメだったんですけど、まあそれを学習をして SCM も解けるでしょうっていうのはちょっと甘いと思うんですけど、一応2になると入ってる。当然会計とか、まあ、ヒューマンリソースなんていうのも実はこの辺が ERP の中心的で、給与計算とかね、会計なんていうのが入ってる。で中にはその製造を全然やってないこういう、会計システムをの発展系として ERP を売ってる探偵会社がいっぱいあります。で、まあ、CRM って言って顧客サービスの方ですねっていうのも、全部入っている。で、まあ、いわゆる会社の中のシステムを全部統一して、で最近だとクラウド上に乗っけて、まあ、全部一括でやりましょうねっていうのが、この ERP です。で、まあ、かなり普及してきてて、特に2000年問題っていうのがあって、昔の計算機だと動かなくなっちゃうっていうんで、まあ、これに変わったという歴史があります。で、まあ、売れたんで、いろんな会社が参入してきて、ウィキ
にこういうソフトウェアパッケージのリストってあるんですけど、まあ膨大なリストがあります。無料のものもたくさんたくさんあります。自分で、そのオープンソースのやつを持ってきて自分で入れればタダでできる、うん、で私の解釈では ERP というのは処理的な IT です。トランザクショナル IT です。いわゆる人間でいう神経網です。だから頭脳の部分はあんまり入ってないっていうかないっていうのが基本です。ただ最近その当然 ERP パッケージっていうのは非常に高価なものなので、そういう会社はそういう頭脳の部分を解析的 IT って言うんですけどね、その部分を付け加えようとしていろいろ付け加えようとしています。ただまあ神経網を作るのは大体共通で、こういうふうなパッケージを使えば、まあまあ、なんていうのかな、どんな会社でもできますよって話なんだけど、解析的 IT のところはやっぱり個別に作っていかないと、特に生産の部分っていうのはあるので、まああまりうまくいってないと聞いています。で、その代替品としてあるのが、この APS、アドバンストプランニングスケジューリング。なんですけど、まあ、MRP2 とか ERP はいわゆる、処理的な IT で入っているのは非常に簡単なヒューリスティックスなので、 APS の方ではちゃんと、まあ、ゼロに当たる部分ちゃんとすればいいなと、中身何やってるかって後で話しますけど、でそうすると、まあ、いわゆる ERP とセットですかっていうのが、まあ、望ましいもので、実際にこういうのを、海外の大手なんてのはちゃんと研究して作って、まあまあ動くのを作って、で ERP とまあ補完的に使っていると思うんですけど、今話題にしたいのは日本的 APS の問題点。ちなみに APS というのは全ての場合に使えるわけではなくて、いわゆるその、メイクトゥーオーダー、だから、注文があってから納期が設定されていて、それでそれに対してどいつ作ったらいいのと、いわゆるスケジューリング的な要素が強い問題に、まあ、有効であると、これもウィーキ情報なんですけど言われています。だから、見込みで作っちゃうメイクトゥーストックっていうのはあまり向いていない。スケジューリングも必要ない、見込みでじゃんじゃん作りましょうっていうのは言うとスケジューリングの必要さえないっていう現場もあるので、だから全ての生産計画をこういうスケジューラーで解く必要はないんですね。だからそれは導入してもしょうがない、うん、で他には、これキャピタルインテンシブプロダクションプロセス、うん、あれですね、工場内のいわゆるその生産容量、資源が非常にこう、制限があると。だから人が作ったりすると、まあ、残業したり人増やせばいいだけど、もう装置産業だったりするとそのキャパシティっていうのは決まっている。だからそのキャパシティリソースをどうやってうまく使うかっていうのを、重要視する場合はスケジューリングが大事になるという話です。で次が、プロダクツコンピーティングフォープラントキャパシティ。そうですね、もう当然あるリソースがあってそのキャパシティを複数の製品が、まあ、共有しているわけですね。だから、ある製品だけずっと作ってればいいというのではないので、多品種生産の場合はスケジューリングが大事になるわけです。で、たくさんの、まあ、部品がある場合、うん、大変だねって話、まあ、これは必要じゃないような気もするな。で、これ何かっていうと段取りがたくさん必要な場合ね。で、いわゆる段取り替えの時には当然段取り替えの費用とか時間がかかるので、その部分をちゃんとスケジューリングを考えてやらないと段取りばっかしやってるとかになってしまうですね。いわゆるジャストインタイムでやりましょうなんていうと段取り費用が大きいところは当然無理なわけですね。いわゆるそのリーンプロダクションってのは段取りの時間なんていうのを極限的にはゼロにしたいって全然問題ないっていう現場には使えるですけど、段取り替え費用が大きいようなところに看板なんか使ったりするととんでもなく費用が増えてしまうわけです。で、日本式 APS の問題点ですね。でさっきそのちゃんと最適化をすれば、いわゆる MRP2 とかからの違いというのはちゃんと解く、うん、簡単なルールではやってないというところなんですけど、実は中身を見ると、ほとんどが私の知ってる限りは全てがディスパッチングルールという昔から1960年ぐらいまでに研究されたのに基づくヒューリスティックスです。で、ディスパッチングルールっていうのは、いわゆる前詰めとか後ろ詰めに、その作業を並べていくだけのものです。で、ルールというのは、まあ、これはある大手のところから持ってきたんだけど、まあ、資源を共有している場合にどうすればいいか。で普通、非常に悪いシステムだったりすると、山崩しといって、資源をオーバーしている部分を後ろにずらしましょうってことをしたりする。マイクロソフトのプランナー。プロジェクトみたいなやつはそんなことをやっている。でもう少しマシなやつがこういうやつで、まあ
同一品目を続ける連続生産する、ちょっと段取りいらないでしょって話。ただし、まあ、納期があったりして納期を破っちゃう場合は分けましょうってことを言えている、うん、段取り時間が最小化になるように並べる、よくわからないんですけど、まあなんか解くんでしょうね、巡回セールスみたいな感じで、色の薄いものから濃いものへと推移、まあいろんなルールがあって切り替えられる。でこのルール、他にもいっぱいあって、納期順にしましょうとか、生産時間の短い順とか、いろんなのがある。うん。いるんですけど、それを決めて並べる、順番に並べましょうっていう手法は、当然限界があるわけです。で、実際に昔、そのソフトというのを、もらったことがあるんで、いわゆるベンチマーク問題例っていうのがあるんですね、スケジューリング問題には。典型的なのはジョブショップスケジューリング。で、試しにやってみました。いくつかの典型的な。ミューサン・トンプソンみたいなね、昔からある例題、1960年ぐらいで解けませんでしたっていうのが、最近では簡単に解けるようになってるんですね、ちゃんとやれば。それでやるとものすごい悪い答え出してくるんですね。確かミューサン・トンプソンの最適機会は930、だったと思うんですけど、まあ1000を超えることはない、でまあ 10% から 25% ぐらい悪いと。で多分彼らはテストさえしていない、ベンチマーク問題って何って感じだと思います。で、ルールを決めて、投入順を全部自分で決めてあげれば、最適解がその中に一つはあるんですね。アクティブスケジューリング生成スキームっていうのを使うので、必ず、うまい順に入れてあげれば、その中に最適解があるってことが、まあ、ある目的関数値、正規的な目的関数の条件を満たしていれば、という理論的な背景はあるんだけど、それを探すってのはすごい大変なわけです。例えば、たかだか10。のジョブを並べるだけでも10の階乗通りの並べ方がこんなにいっぱいある。その中から一番いい順番っていうのを選んでくるっていうのは、こんなルールじゃ絶対無理なんですね。もっとちゃんとした探索をしなくちゃいけない。10の階乗を全部探すことなく、うまい具合に枝切りをしてやるなんていう理論が、当然最近では、いろんなことが提案されて、まあまあうまくいってます。さっきの、ミサン・トンプソンの、あれ確か10ジョブ10オペレーションだから、まあ100ジョブぐらい、100作業があるんですけど、あれぐらいだともう一瞬で最適解が出るなんていう手法がたくさんあります。例えば、制約最適化、制約プログラミングで、Google は確かオープンソースで OR ツールスっていうのを配ってるし、 IBM も、まあ、ただじゃないと思うんだけど、なんか実験をして、まあ、その程度の問題だったら一瞬で解けるというのをやってます。で、新しいこれ注意してほしいのは、制約プログラミングっていうですね、コンストレイントプログラミングで、制約理論、セオリーオブコンストレインズではありません。これは非常に、なんていうのかな、哲学だけで、とか宗教みたいなもので、まあ、ある、なんていうのかな、読み物を読むと、スケジューリングできるようになりますよってことが書いてあるんだけど、多分あまり知られてないんだけど、これ元々の提案者が、そういう TOC って言うんだけど、ソフトを作って、売ったところ、あまりにも使えないんでね、たくさん訴えられて、膨大な賠償金を払う羽目になってっていうお話もあるぐらい、あんまり当然使えない手法です。一つの一番ボトルネックになっている工程だけを考えてやりましょうなんていうのは、スケジューリングの素の字も知らない人のやってる理論です。で、他にはメタヒューリスティックスとか、あとは数理最適化も、いわゆる、線形計画とかをベースにしたものなんていうのも、そのいわゆるその上の生産のロットサイズのスケジュールのところには、必要になったりします。そういうのを組み合わせて実際の問題を多分個別に扱うなんていう技術が必要になるわけです。で、こういうことを、まあ、導入してないわけですね。それを入れて動かないっていうのは当たり前で、結局、まあ、昔からいろんな名前を変えてきたものの中ではやっぱ宣伝文句に騙されずに、当然パンフレットには最適解を出しますって書いてあるんだけど、まあ、出るわけなくて、ちゃんと中身のその違いというのは、その最適化の手法の違いであるっていうのを理解して、それからまあ自分のところに合った手法というのを、手法というシステムというのを導入すべきだと私は考えています。はい、では。